大田連絡線は、小田急電鉄小田原線世田谷中原駅から、京王帝都電鉄井の頭線大田二丁目駅間を結んでいた鉄道路線。全区間が東京都世田谷区大田にあった。戦時中に不設、使用され、戦後間もなく撤去されたため、地図や地形図などには、大田連絡線の存在を示すデータはほとんど残っていないが、 昭和20年速図の1万分の1地形図に記載されている。この他残っているのは東京都の都市計画図などの内部資料のみであり、大多連絡線の存在を示す公式資料は全く残っていない。1945年5月25日の東京大空襲で東京急行電鉄の頭線、永福町駅にあった永福町が被災し、 渋谷上泉間のトンネルに駅員らが人力で避難させた2両などを除いた井の頭線の大半の車両が消失してしまった。その上井の頭線は接続する路線との連絡線が全くなく車両補充が著しく困難であった。このため、期間の同じ東急小田原線世田谷中間東急井の頭線大田二丁目間に大田連絡線を付設し、 路線からのののの借借入入、入車車や、新車の搬搬被災車両の搬出、借入車の返却を行うことになった。そのため、資材不足から兄弟が枕木の橋梁や南鉄河川であるなど、応急処置的要素が強い路線だった。建設用地は強制収容された土地が当てられた。当時、井の頭線に優先投入された新車は、共同工場で整備され、井の頭線に送られていた。 その後、1948年6月1日に続くに、大東急と呼ばれていた、当時の東京急行電鉄から、小田急電鉄、京王帝都電鉄、京浜急行電鉄が、分離独立し、大田連絡線は、井の頭線とともに、京王帝都電鉄の路線となった。その後も、被災車両の搬出更新、新車の搬入に使用されたが、土地が、 戦時中の強制収容という形で買収したため、土地の所有者から返還請求が出たこと、橋梁や南鉄河川などの老朽化が著しかったこと、さらに被災車両の更新終了後に新車は陸層に変更されたため存在意義が消滅したことなどから、1952年に使用を停止し、翌年までにレール、河川を含む全設備が撤去された。 前述の理由から大田連絡船は旅客扱いをしない井の頭線車両の搬出入りを目的とした貨物船として山の手台空襲によって焼け野原になったあたりに応急的に布設された。ただし空襲被害は瀬戸ヶ谷大田の側が大きく焼け残った家屋も一部取り壊して布設が行われている。その後復興によって住宅が増えていくが一部に畑も 見られた。小田急小田原線世田谷大田駅裏にあった廃線跡使用停止、撤去後の廃線跡は間もなく住宅地に転用され、一部の住宅がかつての連絡線上に連なって建てられているが、それ以外の痕跡はほぼ見られなくなっている。小田急小田原線世田谷大田駅の上りホーム裏に一部廃線跡が残っていたが、同線の地下か。 福々線化工事により現在は消滅している。なお、京王井の頭線大田二丁目駅の構内、渋谷寄りには廃止後かなりの間渡り線が放置されていた。おそらくこれも大田連絡線と同じく被災車両の搬出、新車搬入に使われたものと思われる。しかし後に渡り線は撤去されロングレールとなり、現在連絡線跡を忍ばせる意向は存在しない。 ありがとうございます。